こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、人間のね、体を壊す4つの条件っていうね、そんなね、話を知りまして、それはね、心理カウンセラーマサさんの、動画でして、これはね、実はですね、LINE の方に、友達っていうか僕のね、動画を見てくださってる方が以前ね、ちょっとちらっと、そういったね、何かいい動画とかあったら教えてもらえますかって、そんなねことをねちらっと言ったのをちゃんとね、それを聞いててくださいまして、本当にね嬉しいことに、そんなところまでね、聞いてくれてたんだななんて思って、すごくね嬉しくて、その方がね、心理カウンセラーマサさんでの動画で、そのね、人間の体を壊す4つのね条件の話知ってますかなんて、そんなね連絡が来まして、そのね、話の内容もね、ちらっと書いてあったんですが、それを読ませていただいたときに、なんかね、もう本当に自分のね、今の、現状にすごくね、あった話、自分がね、必要としてるような、そんな話じゃないかな、なんて、そんなことも思って、早速ね、その心理カウンセラーマスさんのその動画を見てみまして、そしたらね、やっぱね、自分に今の自分にぴったしな、動画でして、最近ね、おすすめに出てくるものでもね、自分がね今必要としているような、そんな動画がね見つかったりとか、そうやってね、友達からこんな動画どうですかっていう、そんなね紹介があった動画が、本当にね自分に必要な動画っていうので、やっぱね自分は今運がいいからかな、ついてるからかな、なんてそんなことをね思いながら、ちょっとねその話をねしていこうかな、なんて思います。そのね話は心理カウンセラーマサさんが、動画でね話してくれたんですが、心理カウンセラーマサさんもね、小林正観さんの話を元にね、話されてるんですが、人間のね体を壊す4つの条件っていうのは何か分かりますかね。まずね、じゃあ先4つ言ってしまいますが、1つ目が、お酒、それで2つ目がタバコ、それで3つ目が、暴飲暴食です。そのね3つなんですけど、その3つではね、各項目はね 5% ぐらいしか、影響はないそうです。それで3つとも合わせてもだいたいね 20% ぐらいの、影響しかないんで、残り1つだけでもうなんとね 80% も影響がある、体を壊してしまう、そんなね 80% も影響があるものっていう、何かやっぱ気になりますよね。それが何かって言いますと、ネガティブな感情だそうです。ネガティブな感情、愚痴や不平不満、悪口、文句、あと泣き言、あと心配事だったり怒りだったり、そんなね感情が、体をね壊してしまうっていうことなんですが、なぜね自分に今すごい必要かっていうことなんですけど、うちのね家族、以前もねちょっと動画でも話したことあるんですけど、以前ね本当にねうつ病でずっと長く、病んでいたんですけど、なかなかね良くもならなくて、本当にねもう寝たきりで一切外も出ないでみたいな、そんなね状態だったんですけど、僕がねこうやって動画を撮り始めて、自分がねどんどんポジティブに成長していって、あんまりねネガティブな言葉を使わなくて、ポジティブなね言葉、天国言葉をすごくね言うようになって、家でもねそれを実践していたら、どんどん具合が良くなっていったっていうことなんですけど、ちょっとねここのところ自分はね変わっこう、ポジティブでねいつも上機嫌で機嫌よくねいるつもりではいたんですけど、ちょっとね、ネット上のトラブル、僕ではないんですけど家族がね SNS 上でちょっとトラブルがありまして、それでねちょっとねだいぶすごく悩んでいたそうで、そのねことがもうずっと気になって、どんどんね、ネガティブな感情に支配されていって、もう言うこともね、ネガティブな言葉、やっぱねその SNS ですと相手がいるんですけど、そのね方の文句をねずっと言ってるんですよね。そして
なんかね、まあ、ブロックとかそういったこともね したりとかしてるんですけど、そのねブロックしたことが今度ね罪悪感とかそういったいろんなね、まあ、感情が、まあ、こう混じりに混じって、もう今ねちょっとねすごくこう爆発してしまってるっていう、そんな状態で自分もねそっちにどんどんこう引っ張られそうな、まあ、状態だったんですけど、まあ、この話をね聞いた時にやっぱね、そうやってネガティブな感情がまたねうつ病に逆戻りさせてしまってるっていうのがねすごくねよく分かって、あこの話の通りだなーなんてそんな風にね思いました。まあねお酒、まあ一つ目のお酒なんですけど、お酒っていうのはね百薬の長とも言われてますけど、まあお酒はね万病のもととも言われていまして、なんかねとっくり1本ぐらいが、まあ、適量ですよね。まあそのたしなむ程度、まあ、体がねぼって温まるぐらいな、そのくらいはね本当に体にいいんですけど、それ以上飲みすぎてしまうっていうのはねやっぱりね良くないっていうことですね。それでタバコはね、まあ箱見れば分かりますけど、デカデカとね注意書き書いてありますよね。まあそのくらいね体に悪いもので、1本吸うごとに寿命が縮まっていくっていうものです。それで暴飲暴食、まあお酒の飲みすぎにもつながってくる話なんですけど、やっぱね暴飲暴食はまあこう言われなくてもねなんか悪いっていうのは分かりますよね。それでそれだけで 20% なんですけど、ネガティブな感情は 80% も体をね壊す要因になって、条件っていうか要因になってるっていうことなんですけど、なんかねマサさんの知り合いの女性の方のね話を例に挙げて話されていたんですが、その女性っていうのはねすごくね食べ物に、まあ、気を使っていて、まあ、食品添加物とか、まあ化学調味料とかそういったものがね入ってるものはね絶対ね口にしないで、まあ、オーガニック食品みたいな、まあ、本当にね、まあ、自然でできたそんなようなね無農薬野菜みたいなそんなようなのをね常にね取ってて、まあ、家でもね家じゃなくてサプリメントもねたくさん栄養、それでね栄養を取ってるようなそんな女性で、まあ、体にはね食べ口に入れるものには本当に注意してたっていう方なんですけど、まあ例えばねまあ、マサさんが食べたかどうかわかんないですけど、まあ、そういったね食品添加物がたくさん入ってるようなものをね食べると、そんなの食べると体に毒だよとかね、マクドナルドとかファストフード店の前を通るとこんなの食べたらダメだよみたいな、そんなことをねもうマサさんにもね言ったらしくて、まあ本当にね、まあ、この人本当にこう生きづらい人生なんじゃないかななんて、そんなこともねマサさんは思ったそうです。それでまあ、そういったね食べ物の、まあ、言ってみれば文句、愚痴文句ですよね、悪口を言ってることですよね。そういった、まあ、こんなのね食べたら毒だよとかっていうのは、まあ、文句とか悪口ですよね。それをね、まあ、言い続けた結果、結局どうなったかっていうと、50代でね50代っていう若さで亡くなってしまった、病気で亡くなってしまったそうです。やっぱりね、まあ、いくらねこう口に入れるものを気をつけていても、そうやってね、まあ、悪口とか文句とか言っていたら、やっぱね、まあ、80% のこう影響を受けてしまって、それでね亡くなってしまったっていうことなので、やっぱりね、まあ、うちのね家族も今こう本当にネガティブな感情で支配されてしまっている、そんなね状態でやっぱねうつ病を再発してしまったっていうことで、まあ、このね話まさにそうだなーなんて思いました。それで僕もねよくねカップラーメンとかそんなのねよく食べてたんですけど、最近はねやっぱ家族がねそんなの食べると良くないよって、まあ、ダイエット始めたのでダイエットにね、まあ、よく悪いよなんて言って、まあ、今ね食べてなかったんですけど、まあ、そういったね食化学調味料とか食添加物とかね入ってるものをね、まあ、食べてもこう元気よくねこうバリバリ笑顔でね食べてるような人って、なかなかねなんか調子が悪くなる、体の具合が悪くなるっていうような感じしませんよね。そういう時にね食べる時に何すればいいかっていうとね、まあ食べる前にね
様、自分のね体の一部になってくれてありがとう、栄養になってくれてありがとうみたいにね、そのね食べ物に感謝する、感謝しながらね、まあ感謝して食べる、そうするとね、まあそういったの方もね、まあ言ってみればポジティブなねこう感情で食べるとやっぱりね病気になりにくいみたいな、そんなね話もしてまして、僕もねカップラーメンあんまり今食べてないんですけど、カップラーメン食べる時にね、僕のね体の一部になってくれてありがとう、栄養になってくれてありがとうって言いながらね食べようかななんて、そんな風にもね思いました。まあねそれだけじゃなくてね、まあ食べ物をね口に、まあこう結局はね食べ物こう肉とかそういったの命をいただくっていうことにねつながってきますんで、まあそれにね感謝して、必ず感謝して食べるっていうのはね当たり前のことなんですけど、まあそういったねまあ、ネガティブ、まあこんなね添加物いっぱい入ってみたいな、そんなようなねことは口やね悪口になってしまうんで、まあねそういったものでも、まあ、感謝、口の中に入れるものは自分のね体の一部になってくれる、栄養になってくれるっていうことをね感謝しながら、まあ、食べないとななんて、そんなことも思いました。はい、なのでね今日はねまあ今日ねこの動画撮ってるその日のね夕方にまあ LINEいただきまして、それでねもうこれ僕にぴったしな話だなぁなんて、そんなこともね思ったんで、早速ね動画にしてしまったっていう、まだね全然自分もね実践とかそんなの何もしてない状態で、まあいい話はねどんどん発信していこうかななんて、そんな風にね思いました。またねその方のように何かねおすすめ動画とか、まあこんな話してますかみたいな、そんなことをね連絡いただければ、それもね概要欄にLINE の ID とか載ってますので、そこからね連絡いただけると、まあすごくね嬉しいです。まあ今回ね、まあ人のね体を壊す4つの条件っていうことで、まあまとめますと、まあ、1つ目がお酒、2つ目がタバコ、3つ目がね暴飲暴食ですけど、これだけでは 20% ぐらいなんですけど、残りの 80% はネガティブな感情っていうことで、まあね、今ね家族がネガティブな感情に支配されてて、そっちに引っ張られそうになってる状態なんですけど、まあ自分は上機嫌で、まあ、自分だけはね、まあ笑顔で上機嫌でいようって、そんな風にね思っております。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。